ルートイヒパイシャーは、オーストリアのザルツブルク出身の男子柔道家。身長170センチメートル。北京オリンピック柔道銀メダリスト。ニックネームは、ルポ。3歳の時に柔道を始めようと思ったが、小さすぎるということで、6歳まで待ってから始めることに、した。11歳の頃までは、サッカーやテニスにも取り組んでいた。16歳の時に出場した。 ワールドユースゲームズでは準決勝でブラジルの選手に敗れて銅メダルだった。それまではヨーロッパの選手としか対戦したことがなかったことからこの時初めて世界で戦うことを意識するようになった。養子丹麗で大学ではモデルの仕事もしていた。2004年のアテネオリンピックでは初戦で敗れた。2008年の北京オリンピックでは決勝で斉藤トに敗れるも、 銀メダルを獲得。2012年のロンドンオリンピックでは2回戦で敗れた。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは初戦で敗れた。その後引退を表明すると日本のスポーツマーケティング関連の会社に職を得た。ありがとうございます。